東証券投資調査部の高橋です。7110マーケットトゥデイをお送りいたします。本日お伝えすることですけれども、いつものように日経平均の位置、そして本日は 21.3 期ですね、こちらの会社計画5月27日時点までのものをまとめました。こちらを紹介したいと思います。まず2ページ目になります。日経平均の位置です。こちら先週末ですけれども PR の方はこちら 20.7 倍というふうになっております。その下に日経暫定値というふうになっております。こちらなんですけれども、日経新聞社の方がですね、会社計画こちらが予想できたものから順次入れておるそうです。そちらによる暫定値ということを先週から発表しておるんですけれども、こちらも29日時点では 16.68 倍というふうになっております。PBR こちらは 1.07 倍、BPS PBR の 1.0 倍の水準ですね。こちらは20,447円です。みなしの EPS こちらはこの米印ついどる PR の 20.7 倍に対応しておるんですけれども、1056円、200日移動平均線ですね、こちら 21,658円と200日移動平均線を超えてきております。3ページ目になります。こちらも PR の方は米印ついているもの、これがその状態、今の状態なんですけども 24.4 倍、日経暫定値の方では 18.39 倍というふうになっております。でこちらでは 20.3 ですね、終わった期の決算の集計ほぼ出揃いましたので、こちらのデータもお知らせしたいと思います。銘柄数では 96% が発表、売上高は通期でですねマイナス 2%、営業利益の方はマイナス 23% というふうになっております。この1月3月だけを取りますと、売上高の方はマイナス 7%、 営業利益の方はマイナス 58% というふうになりました。4ページ目、こちら騰落レシオになります。騰落レシオ 132.2 というふうになっております。このグラフ見ていただきますと、140ぐらいですね、130から140の間、やはりこの辺りまで来ますと過熱感強いですから、いずれは下がっていくという方向です。ただこの19年、この間ですね2ヶ月から3ヶ月ぐらいこの高止まりというふうな状況がありました。現在の状況もこの後先、もう一段上に行くのか下に行くのか、非常に分かりにくい状況ですけれども、この132という水準、こちらの方は過熱感があるというふうなこと、こちらの方は記憶しておきたいと思います。5ページ目、こちらソックス指数です。ソックス指数の方も1852、1800台ですね、一時1700、1800を行き来しましたけれども、1800台、こちらをキープしたというふうな状況になっております。6ページ目、こちら WTI になります。WTI の方は 35.5 ドルパーバレルというふうになっております。一般的に現在この先行きですね、今年中は40から45ぐらいまで戻るだろうというふうなことが言われております。もうそろそろといったところに来ておるのかもしれません。こちら7ページ目になります。市場別規模別の騰落率です。起点はこちら18年の1月からでなっておりまして、見ていただきますとリートですね、0% と一時この今回の大きな下げの局面で大きく下げました。これが戻ってきまして、0% というふうになっております。で、直近、戻りが著しいマザーズですけれども、こちらはマイナス 24%、日経平均の方はマイナス 8、トピックスはマイナス 16、NT 倍率を見ましても、その日経平均の方ですね、非常に上がっているといったところ、見て取れますけれども、日経平均とトピックス、やや差が開いております。こちら8ページ目、これは今年からになります。今年からを見ますと、唯一プラスなのがこのマザーズですね、プラスの12というふうになっております。日経平均の方はマイナス6、トピックスはマイナス8です。で先ほど、2年と、5ヶ月ですね、5ヶ月こちらで見るとゼロに戻ったというリートなんですけれども、今年だけを見ますとマイナスの21というふうになっております。9ページ目、こちらは業種別になります。業種別、こちらも起点の方は18年の1月から、見ていただきますとこの精密医薬情報通信サービス、一般的にこの直近からですね、強い銘柄、これがしっかりとしております。マイナスの方は石油建設機械、このようになっております。
10ページ目、こちらの方も今年からになります。見ていただきますと直近の医薬ですね、医薬の伸びが非常に、伸びておりましてプラスの12、残りは情報通信精密、こちらが 0% 台、残りはマイナスなんですけれども、この1週間ですね、小売、こちらの方が、やや、上向きの方で、力強く、マイナス幅を、縮小しております。こちらは、11ページ目、東証一部の新高値、新安値になります。まず、東証一部なんですけれども、今現在2170社あります。で、直近の3日間見ていただきますと、新高値110、82、64というふうになっております。新安値の方は、100というふうに、しっかりした状況になっております。グラフを見ていただきましても、この、今回の新型コロナで大きく下げて新安値が増加した局面、これから見ていきますと、徐々にではありますが、この新高値ですね、青色の棒、増加傾向にあるというのが、見て取れます。で、先週1週間の主な新高値の銘柄なんですけれども、こちら、出ておる銘柄ですね、2日間すべて新高値を取ったという銘柄になります。 SBS ホールディングスから、JK ホールディングスまで、毎日新高値を更新したというふうな銘柄、目立つかというのはこの SBS と、例えばヤマトですね、このいわゆる、物流の配送業務、こちらの銘柄が、目立っております。こちら12ページ目に行きますと、東証一部を目指す、新高値新安値となります。東証一部以外というふうな銘柄、1508あるんですけれども、29、28、27ですけれども、96、91、68、2、1、3というふうになっております。でこの東証一部以外の主な新高値銘柄、こちら見ていただきますと回数の多いものを出しておるんですけれども、北海道コカ・コーラボトリング、木村工機ハーモニックと、東証二部と、ジャスダック銘柄ですね、こちらの方が、目立ったというふうな状況でした。13ページ目、こちらから、21.3 期のですね、会社計画、出てきたものを、順次まとめるという形で、28日時点、こちらまででまとめてみました。結果なんですけれども、トピックス採用銘柄、前期比較できるものというものは、売上高で515社、営業利益で518社ありました。その結果ですけれども、売上高の方は 9% 減、営業利益の方は 24% 減というふうになっております。14ページ目、こちらその結果をですね、業種別に分けております。トピックス、こちらがマイナス 24% 減というふうになっております。で、上の方を見ていただきますと、石油石炭、これが黒点です。これはいわゆる、この後で述べますけど JXTG ですね、最大手が黒字転換するといったところ、これの影響が大きいです。あとは、医薬品、電気、ガス、情報通信、ここまでがプラス、残りはマイナスです。で、この図表で特に目立ちますのは、この一番下の、輸送用機器ですね、マイナス 78% というふうになっております。これはトヨタですね、トヨタの 80% 営業減益、この影響が非常に大きいのですけれども、この、一般的に市場にでは、トヨタの営業利益ですね、最低限のものを出しておる、これから上に積み上がっていくだろうというふうに、考えられております。さらにですね、コンセンサス、これ時系列で見れたんですけれども、直近ですとトヨタの出しておる営業利益に対しまして、ほぼほぼ倍ぐらいですね、このぐらいまでいくんではないかというふうな、予想が、コンセンサスとなっております。ですので、この、マイナス78も、おそらくですけれども、いくというふうな状況かと思います。最後15ページ目、こちらは、主な企業ですね、営業伸び率、営業利益の伸び率を出しております。先ほどやりました武田ですとか JXTG、大きく伸びております。その他見ていただきますと、大きく下げておりますけれども、この、右側、情報通信ですね、比較的、やはりしっかりしておるといったところがあります。前期、販管費多く使って、なかなか苦戦しておりましたけれど、今期この横ばい、これからもやっぱり情報通信ですね、こういったものは注目していきたいと思います。以上、7110マーケットトゥデイをお送りいたしました。ありがとうございました。